まだ登んのかよ。すごく高いみたい。上が見えないね。なんとかと煙は高いところが好きってな。この上が本丸だろう。なら行くしかないね。みんなの願い取り戻さなきゃ。鳥かごか。やっぱここにもあんのかよ。それが今までのジェイルの仕組みだからな。だがなぜこの絵にまで鳥かごがある。奴は黒幕ではなかったのか。わからねえ。だがジェイルを作ったのはこの絵自身のはず。そのこの絵がジェイルの仕組みを知らないとは思えない。ってことは自分で自分をトラウマの中に閉じ込めているとしか思えねえ。何のためにそんなことを。ジェイルを作り出すためにはそうする必要があるのかもしれない。それってこの絵にもトラウマがあるってこと。あんな自信たっぷりなやつのトラウマって想像がつかん。でこっからどうすんだ。これを開けるには確か鍵ってのがいるんだろう。そうだ。鳥かごに触れれば鍵のありかのヒントが得られる。いや俺にやらせてくれ。何事も経験ってな。頑張って。すぐ話しちゃダメだよ。泣くなよ、おっさん。あ？うわあ！超えたな。さすが狼。天を突く洞窟とはこのことか。美しくさえあるな。お前らのんきに言ってっけど、あれすげえ痛えんだからな。静かに。聞こえてきたわ。虐待？何をバカな。ああ、うちは動物を飼ってますから。その声じゃありませんか。なあ、アキラ。誰だこの声。この絵のものじゃなさそうだけど。でも、アキラってこの絵社長の下の名前？ですがこの絵さん、あなたが息子さんに暴力を振るっているという通報がありまして、事実、アキラ君の腕に傷があるようですわ。転んだんですよ。何度言えばわかるんですか。もういいでしょう。帰ってください。このクソガキが余計な手間をかけさせやがって。お前は俺の言うことを聞いていればいいんだ。くそ、何だったんだ今のは。この絵の過去、奴の抱えるトラウマが再現された声だ。
トラウマ？よーしゃしゃしゃ、よくやったぞウルフ。俺はお前の犬か。たく、そういうのは先に言っとけよ。聞かれなかったからどこかで聞いたこともある言葉だ。おめえだっつの。それより今の声、虐待って言ってたよね。この絵アキラは父親から虐待を受けていた。そんな、ひでえ話だけど、だからってあいつが許されるわけじゃねえ。そうだな、過去は過去だ。この絵が戒心を使い人々を操る危険な存在であることは間違いない。ええ、私たちが止めないと。虐待がトラウマだとして、奴は何のためにこの計画を。直接聞くしかねえだろ、あいつんとこ乗り込んでな。そうだな、まずは鳥かごの鍵だ。現実に戻って声の場所を突き止めるぞ。なあジョーカー、この絵は自分の親からひどい扱いをされていたのか。善吉と茜も仲は悪かったが、そんなことはしてなかった。なぜこの絵はそんな目にあった。家族なんだろう。つまりそういう人間もいるのか。ジョーカーは家族を大切にしたいと思うか。そうだな、私にもなんとなくわかる。私は家族や仲間ができたら一生懸命支えたい。私はそれを怪盗団を見て学んだ。この絵はどんな気持ちでいたんだろうな。おい、二人ともそろそろ行くぜ。ごめん、引き止めた。行こうジョーカー。仕事の時期。作るか。手伝うぜ。お、いいじゃん。完成だ。うまそう。何が誰のにするんだ。どれにするんだ。これで装備するか。毎度誰のにするんだ。誰のにするんだ。誰のにするんだ。どれにするんだ。誰のにするんだ。誰のにするんだ。
どれにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？これでいいか？これで装備するか？毎度大きい。誰のにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？これで装備するか？毎度大きに。誰のにするんだ？誰のにするんだ？どれを売る？それでいいか？タイムセール。何個欲しいんだ？これ毎度大きに。これ毎度大きに。これ毎度大きに。何個欲しいんだ？これ毎度大きに。誰のにするんだ？ごきげんよう、トリック。新しい自分の目覚めです。新たな力が得られるようです。継承するスキル。新たな力が得られるようです。継承するスキルを。このペルソナでは始めましょう。新たな力が得られるよう強化をご所望ですね。どの程度力この強化。よし。どの程度力この強化でよ。よし。仮面の力が不足しているようです。ではご武運を。着いたぞ。ここだ。これがこの絵アキラの実家。トラウマで聞いた父親はまだ住んでいるのだろうか。いや、20年前に死んでる。え、
この家で起きたある事件の捜査記録が残ってた。この絵の父親はこの家に押し入った強盗に刺されて死亡している。むごいな。金目のものが消えてたんで強盗殺人事件として捜査されたが、犯人はまだ見つかっていない。その時この絵は一緒に住んでたんだよな。当時8歳だった少年、この絵アキラだけはクローゼットに隠れていて無事だったそうだ。ここでこの絵のトラウマが見えるってんなら事件の真実もわかるかもしれんな。あ、そのために俺たちはここまで来た。キーワードを入力するぞ。全員突入に備えてくれ。ここはあの家の中か。おそらく20年前のな。うわ、なんか出た。あれはこの絵の父親。このクソガキ、誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ。ただ金を減らすだけの脳なしが。やめて父さん。口答えするな。おら、誰か助けて。ダメ、見ていられない。ああ、面倒なことになりそうだぜ。お前も殺しとくか。お前も素直に金をよこしゃいいものを。といつもこいつも俺を舐めやがって。まさかお前が母さんを。みんなのピンチを救ってくれる悪を許さぬスーパーヒーロー。さあテレビの前のみんな、一緒に正義の味方ゼファーマンを呼ぼう。ゼファーマン。なんだ、テレビつけっぱなしか。そうか、わかった。ヒーローなんかいない。誰も僕を助けない。なら自分が、僕が強くなるしかない。こいつを殺して僕がヒーローに。何ブツブツ言ってやがる。そこで待ってろ、今すぐ殺してやる。殺してやるよ。どいつもこいつも舐めやがって。死ぬか、死んどけクソガキが。こいつ、お金のために自分の奥さんを殺したの。ひどい、許せない。どうしてそんなことができるの。行くぞ、奪え。俺も続くぜ。追い込むぞ。追撃するぞ。撃ち破れ。手応えありだ。到来。せや、くらえ。任せたぜ。任せろ、やるぞ。ぶっ飛ばせ。ここは何か狙ってる。見てこい、こちらの能力を下げる気だぞ。おい、この絵のトラウマに引きずられるな。頭を冷やせ。分かってっけど、あんなん見て平気でいられっかよ。チェンジだな。了解だ。我は何時、覚悟だ。スキルヒット、ボコボコだ。パワーやつは俺がやる。おう、任せろ。強敵だな。気合い入れていけ。どこの気合い。ナイス回避だ。何払え。運んでぶん殴れ。やってやれ。流行られた。やるぞ。
俺も続く。ナイス追撃だソフィー。まだまだいけるぞ。引き受けたペルソナ。俺もクリーンヒット。ヒットオックスかっこいい。僕たちもかっこいいな。頼む任せろペルソナ。行くぞ。今すぐ楽にしてやるよ。なんちゃか。落ちろ。うるせえものを使いやがんな。火力やばそうだぞ。正面に立たないようにな。幕を下ろすときだ。俺も続けて追い込むぞ。カクルスの追撃が決まった。続けて正義の味方だ。そいつがお前を助けてくれたんだよ。この世のヒーローになろうとした理由はお前か。自分を助けてくれる人が誰もいなかったかな。さよならだ。なんだその目は。クズの分際で俺に下がったんじゃねえ。観念しな。危険が知るぜ。いいぞフォックス。ナイス追撃。覚悟の時間だ。フォックスのスキルがヒットを生むぞ。オーケー。このまま観念しな。やっぱり手間かかった。いいよナビ飛ばせ。ナイス追撃だソフィー。決まったな。今のこの絵の父親、この絵はああやってずっと。ソフィー。ふん、俺もまだいけるな。全員無事だな。やられてたまるかよ。特にあんなクソ野郎にはな。この絵アキラ、さっき見たものが本当なら。この絵アキラは虐待から逃れ、母の仇を取るために実の父を手にかけた。そしてそれを強盗殺人に見せかけたというわけか。あいつも腐った奴にやられてた被害者だったってことかよ。あんなに追い詰められて誰にも助けてもらえなくて。だから自分自身がヒーローになろうとしたのね。改心という力を使って。こんなの悲しすぎる。絶対もっと違う道があったはず。もうやめとけ。どんな過去があろうと何をしてもいいってことにはならねえ。改心で人を操っていい理由にはならねえんだ。このまま奴を放置すればさらに被害者が増えるだけだ。それでいいのか。その通りだ。ええ、ここで断ち切らなければ何も変わらないわ。今はただ私たちにできることをしましょう。この世を改心させることもそうだが、奴に願いを奪われた人々も救わねばな。じゃあ次は予告状だな。ああ、お前らお約束のあれか。だね。あいつを改心させて願いも取り戻そう。よし、車に戻って作戦会議と行こうぜ。さて予告状だが、今回はどう行く？この絵が予告状を確実に見る場所か。会社はどうかな？
警備も厚いだろうし、危険すぎるわ。あれだけテレビで叩かれたんだ。どうせなら派手に決めたいな。じゃあまた渋谷の時みたいに。あれ、つかおっさんは野暮用だとか言ってたぞ。多分茜のとこだろ。今は二人きりにしてあげましょう。じゃあさ、予告状の話は明日にしない？なんでだよ。だってほら、善吉は新しい仲間でしょ。初めての予告状に絡んでないのかわいそうかと思って。それに茜ちゃんの件もあったし。確かに茜をキングにしたのはこの絵で間違いないだろうからな。ヤツと善吉の間には浅からぬ因縁がある。よし、善吉にも加わってもらおうぜ。それじゃあ予告状の話はまた明日だね。激しい戦いが続いたし、今日は早めに休もうぜ。っていうか、さっきからユウスケ無言じゃない？立ったまま KO されている。器用なやつだな、お前。カブラギ管理官。思ったより元気そうだな。取り調べをされる側になった気分はどうだった？さすがに答えましたよ。俺も年ですかね。それより新島弁護士から聞きました。彼女が割って入れたのはある人物の協力があったおかげだと。何のことかわからんな。それで私に何の用だ？管理官、あなたの力を借りたい。大和田を逮捕するために。一連の改心事件、裏で大和田も。主犯はこの江明。奴らは共謀し、改心の力を使って悪事を働いている。その罪を怪盗団になすりつけ、事実を闇に葬る気だ。警察内部にも改心された奴がいるはずです。それもかなり上の人間だ。今動かなければ取り返しのつかないことになる。管理官、お願いします。俺に力を貸してください。大和田を挙げるだけの証拠は？この絵の自白を取ります。そうすれば大和田の罪も明らかになる。果たしてこの絵が口を割るかな？奴は必ず落ちます。その自信はどこから来る？怪盗団を使い改心させる気か？それは言えません。カブラギ管理官、葵が死んだ時あなたは俺に言ったはずだ。いつか腐敗した組織を正すと。そのために時を待てと。今がその時だ。あなたの力俺に貸してくれ。変わったな、長谷川。お前の一件で私の理事官への昇進は消えた。このままでは今の椅子も危うい。私としては汚名を返上したいところだ。お前たちを差し出せば大和田に恩を売れると思わないか？だがそれはあなたの正義が許さない。ふん。やれやれ、三日やる。そこまで言うならやってみろ。ありがとうございます。手帳は返しておく。いいんですか？お前がしくじれば私は自分の身を守ることを優先する。二度はない。忘れるな。恩に来ます、管理官。尾行しますか？無駄だ、どうせまかれる。それより急いでやってもらいたいことがある。
長官の身辺を洗え。長官ですか。戦うときは徹底的にやる。それが私のやり方だ。では怪盗団はもう排除したと確かなのかね。ええ、ジェイル内で拘束しエマに監視させています。さすがはこの絵君だ。やはり君とエマの力は無敵だな。とんでもない。これも先生のお力添えがあってこそですよ。全ては我らがエマの示すままに。ところで少々気が早いかもしれんが、祝いの宴でも催さんかね。比例どころを揃えておこう。君も大いに楽しんでくれたまえ。それは楽しみです。ではまた。通話を終了しました。クズが聞くに耐えん。奴のような害虫こそ駆除が必要だ。正義の名のもとに。おっしゃる通りです、アキラ。オペレーションオラクルの実現を急がなければな。それより京都ジールはどうなっている。問題ありません。怪盗団の監禁を継続中です。そうか。もう一度確認するが、奴らを改心させることはできないのだな。はい、アキラ、不可能です。お前がそう言うのなら仕方ない。このままジェイルで口でもらおう。さあ、そう仕上げだ。邪魔者が消えた今、私がこの国を、いや、世界を統治する。で、俺が来るのを待ってたって。お前ら妙なとこで律儀だな。怪盗になって初めての予告状なんだし、混ざっといた方がいいだろ。いや、出すだけなら何回かやらされてるし、別にそんな。それで提案があるんだけど、今回の予告状善吉さんが書いてみない？俺が？いや、なもん書いたことねえぞ。別に経験したいわけじゃ。じゃあ予告状は決まりだな。あとはどうやって出すかだ。決まりなのかよ。テレビで散々言われたからな。こちらもテレビってのはどうだ。敵と同じ方法もな。ネットで生放送は？インパクトがな。本人に直接渡しちゃうとか。確実に捕まる。どう思うよ。決め手に欠ける感じだな。ねえみんな、あれ、あれは飛行船？今時珍しいね。霊言暴言号、日本で唯一の現役飛行船マディス社がエマの宣伝のために飛ばしてるそうだ。マディス社が大阪上空を毎日のように飛び回ってるらしい。そうなんだ。てことは、ニッヒッヒン、決まりだな。よし。さてと。ようこそベルベットルームへ。合体を行うのですが、新たな力が得られるようです。継承する。Thank you.
このペルソナでよろし。では始めましょう。新たな力が得られるようです。継承するスキル。継承するスキル。このペルソ生まれ変わりなさい。強化をご所望ですね。どの程度近くこの強化で。よし。どの程度この強化で。よし。どの程度力をこの強化。仮面の力によりペルソナが成長しました。どの程度力を注ぎ込みますか。この強化で。仮面の力によりペルソナが成長しました。ではご武運を。なんやこれ。おいこれ、怪盗だ、ね、これ本物な、ね、あーですです。よし繋がってる。あ、これに喋ればいいのか。いいから早くしろ。聞こえているか、この辺好き放題やってくれたな。だが怪盗団はこの通り健在だ。今度は貴様の番だ。首洗って待ってろ。英雄気取りの大悪党近衛明、あなたが人々から奪った願い、今宵我々が頂戴するぞ。こうやって言ったんだよ。いや、噛んだ。もともと怪盗団だと。バカな。英雄気取りの暴君滞在人被疑者近衛明殿、かっこ以下被疑者をこうと呼称。こうは大勢の罪なき者たちを陥れ、偽りの正義を掲げた上で研究者殺害容疑の罪をなすりつけ、さらには未成年に対する逮捕監禁被疑事件を敢行した。よって甲が犯した被疑事実に対し逮捕状を請求させていただくとともに、貴様が奪った人々の願い、今宵我々が頂戴かっこ摂取する。なんだこのふざけた文章は。エマ、何が起きている。奴らはジェイルに拘束していたはずだろう。回答できません。別の質問をしてください。なんだと。ふざけるなエマ、私はお前の主だと。答えろ。回答できません。別の質問をしてください。回答できません。
そ。私を改心させるだと。怪盗団め、私が簡単に倒れると思うなよ。願いを奪うこの私から。愚かな。私こそ大衆が待ち望んだヒーロー。ヒーローにあだなす悪の怪盗団よ、来るがいい。私がお前たちを改心させる。この絵のやつ、今頃ひっくり返ってんだろうな。飛行船に予告状を巻く装置をつけるとはな。完璧な作戦だ。今頃飛行船の周り、警官やらパトカーでいっぱいじゃね。だが残念、遠隔操作なのでした。モナ、善吉、お疲れさん。たく、大層な装置作りやがって。ソフィアもありがとな。ネットで使えそうな図面を組み合わせただけだ。装置は飛行船につけたままで大丈夫なの？どこにでも売ってるジャンク品の集まりだ。問題なし。これでこの絵の耳にも確実に届いたはずだ。にしてもおっさん、予告状もうちょっとなんかなかったのかよ。英雄気取りの暴君、滞在人被疑者近衛明殿、以下被疑者を甲と呼称。甲は大勢の罪なき者たちを陥れ、偽りの正義を掲げた上で。何これ？逮捕状の請求書だ。なんか文句あんのか？予告状書けよ。なんだよ、コート故障ってよ。うるせえ。そういうお前も噛んでたろ。噛んでねえって。ちょうだいする。そうだね、こういう予告状も善吉さんらしくて面白いかも。なんとでも言え。うまくいけば予告状もこれが最後だ。最後の予告状か。なんかちょっと寂しいね。勝負はまだこれからだぜ。さあ行くぜお前ら、最後の仕上げだ。準備はいいか？いよいよ決戦ね。この絵を改心させましょう。うん、最後全力で行こう。さて仕事を始めるか。のねじ曲がった心、叩き直してやるから。来たか。独りよがりな正義を掲げ、他人の心をもてあそぶテロリスト、怪盗団よ。どの口が言う。人々を意のままに操ろうと罪を重ねてきたのは貴様だろ。人殺しの汚名まで私たちに押し付けた。お前こそ本物の悪党だ。気づいていないようだな、私たちが似ていることに。なんだと？私もお前たちもこの腐った社会に憤り抗う存在。改心の力を使い、
大衆に変革をもたらそうとする同志だ。ふざけないで。あなたと私たちが同じはずがない。あなたの過去は知りました。とても辛かったでしょう。でも今のあなたは自分勝手な犯罪者に過ぎません。改心で悪を駆逐する。本質は同じだろう。私はそれをシステム化しようとしたに過ぎない。各地にキングを生み出すことによってな。どういうことだ。認知の世界が存在すると知った時、私はそれを典型だと思った。この腐った世界を変えるための認知世界を使えば、この世界から悪を一掃することができる。それほどの力、使わない手はない。そこで私が欲したのは制御できる認知世界だった。制御？認知世界を？私の意思通りに人々の無意識に干渉し、悪を消し去ることのできる認知世界だ。そのためにより人間に近く、それでいて絶対に服従する存在。そう、 AI による認知世界の創造を考えた。だから私はエマを手に入れ、沖縄の研究所でエマに認知科学を学習させた。結果エマはジェイルという人の心を改心させる独自の認知世界を作り上げたのだ。エマがジェイルを作ったってのかよ。だからキングが倒れてもジェイルは消滅しなかったのか。だがこのジェイルも万能ではない。一つのジェイルで一つの都市、それが改心を使える範囲の限界だ。世界中の人間を改心させるには多くのジェイルとキングが必要になる。そこで私は手駒を集めることにした。己の無力を嘆き、世を呪う者、そういう者に改心の力を与えるとどうなるかわかるか。危機として改心を使い始める。それをエマを使って誘導してやれば操ることはたやすい。そうして選ばれたキングを使って腐った連中を改心させる。最後はキングさえも私の制御下に置けば世界中の誰でも改心できるだろう。それが私の描いた計画、オペレーションオラクルだ。だがお前たち怪盗団が現れ、計画は狂った。我が輩たちがジェイルを潰し始め、お前は計画の失敗を恐れた。だから我が輩たちを止めようと警察を動かし、アカネをキングにしたんだな。まだ遅くはない。障害を排除し、計画を一からやり直す。ふん、青いな、怪盗団のリーダーよ。だがお前にもいずれわかる。お前たちではどうあがいてもわずかな相手しか改心できない。私がこのシステムを使えばはるかに効果的で効率的だと思わないか。あなたが全てを決めるというの？神にでもなったつもり？んなもんてめえの押し付けだろうが。おかしな理屈だな。お前たちが行う改心は正しく、他の者が行う改心は許されないのか。これは改心のインフラ化だ。お前たちのできなかったことを私が実現する。ヒーローである私が完全なる正義を持って世界を統治してやる。そんな馬鹿げた計画のためにアカネを利用したのか。何の罪もない子供を。トラウマを抱えた人間をドームにし、その人生すらもてあそぶ。それのどこが正義だ。ではお前たちなら私を救えたと思うか。え？もしお前たちが生まれていたとして、父親に虐げられていた私を、逃げ場のない恐怖と苦痛にさらされた哀れな子供を救えたと思うか。こうしている今もかつての私と同じ境遇の者が生まれているだろう。そうした者たちをお前たちは救えていない。それはたまたま目についた悪を気まぐれに改心させるお前たちでは全てを救うことはできない。だが私なら全世界を改心させ、被害者すら生まれないようにできる。必要なのは子供じみた正義感ではない、正義を行うシステムだ。そ
そんなの正義なんかじゃない。お前がしていることはただの洗脳だ。人から自由を奪い支配しているだけだ。では私とお前たちでは何が違う。人の心を変えていることに変わりはないというのに。わからないのか。何？お前の言う改心は人を牢獄に閉じ込めること。でも怪盗団はみんなを牢獄の外に連れ出してくれる。お前は願いを奪うけど怪盗団は希望を与える。だから全然違う。本当は分かってるんじゃないのか。どうやらもう話しても無駄なようだな。相入れないというのなら残るのは私かお前たちか、どちらが正義か決する時だ。この世界にヒーローはいない。なら作り出せばいい。大衆に正義の答えを授ける英雄よ。世界を統一し支配するヒーロー、それが私だ。この私を阻むお前たちこそ悪だと知れ。私こそ正義の執行者、この世の悪を滅するヒーローだ。怪盗団よ、その未熟な正義私の手で打ち砕いてやる。なんだこいつ、ロボ。いただいていく。気をつけろ。こいつ内部にすごいエネルギーを溜め込んでる。見るからに浄化力って感じ。俺も気の付きそうなおもちゃだ。せきやりきれねえな。こそい加減はしねえ。出てこい。全方面解放、悪を焼き尽くせ。あちょっと追いかけてくる。ながらじゃ。嫌え。そう出力最大、正義の裁きを悪を貫け。それで食らったら絶対やばい。逃げろ。隙は必ずできる。今は回避に徹するんだ。正義の鉄槌を受け合う。こいつは強敵だぞ。氷結も効かない。気をつけろ。あの武器前に見たやつだよな。野郎にぶっ放してやろうぜ。強力だが発射まで時間がいるはずだ。うまい。タイミングが重要だ。クソッ、勝て。5倍ロボとかありかよ。オーバーヒートだ。敵の動きが止まった。チャンスだ、撃ち落とすぞ。いただいていない。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。俺も見習おうとしよう。はっ。横殴りチャンスか。よし。こいつ強いぞ。格熱で弱点を突くんだ。ヘリソナ、いただいていく。これで終わり。勝て、我が正義の化身よ。なんとかチャンスだぞ。俺も負けてらんねえな。何？でもお前たちのやり方では己の悪を一掃することはできない。だから必要なんだ。悪を生み出さぬ世界の新たな管理システムが。そんな押し付けのシステムなんてただの独裁と変わらないわ。不思議な意志はなく、やれ。手がまめ。そんな生き方
もう私はしたくない。全兵装出力最大、正義の裁きを悪を貫け。おいおいおい、これやべえだろ。上の足場に戦争の霊があるわ。ありがたい。まるで敵の攻撃をかわせないかしら。機械系統の異常、おのれ。敵ショートしてるぞ。電撃ゾンビアジラマネを何かで我が正義の化身よ。なんだ、チャンスだぞ。我はまだだ。私は悪に屈しない。屈するわけにはいかない。その強靭な鼓動がありながら、こんなことがあってはならない。ヒーローが破れるなど。立ち上がる。悪を前に倒れることは許されない。敵ながら恐ろしい執念だ。ロボの時より迫力あるぞ。みんな気をつけろ。なんだこれ、さっきのロボの残骸か。これも、それ気をつけろ。強い衝撃を与えたら爆発しそうだ。強い衝撃で爆発。俺も続くぜ。追い込むぞ。こいつは逆に使えるかもな。やってやる。よし、ヘルストだ。うまい。俺も続けて。あまだ動かん。ここだ。いいぞ、電撃が効いてる。そのまま攻めろ。今行くぞ。切らえ。この動きついてこられる。これだ、これだな。それ、これだな。なんだそのスピード、小さすぎるだろ。あとは俺。私の差は何だった？私はなぜ救われなかった？私は作ってみせる。悪を許さぬシステムを、正しい世界を。どうしてだろう、ざわざわする。これは、プレッサーのマシンだ。でも、だからこそ止めないと。これ以上、罪を重ねる前に。チェンジだな。任せろ。ヘルストだ。うまい。呼ばれられると思うな、悪党ども。さすがジョーカー、紙一重だ。体力やばい、注意しろよ。倒れろ、あとは俺が。ミノボックス、ナイス追撃。今のは良かった。消しなさい、俺を。頼む。よし、ヘルストだ。オルトナ、ガネーシャ、トッパテング、エリゴール、サラス、ナーガラジャ、クラエ、ダーン、これし、この絵の動き、止まったぞ。今がチャンスだ。崩したか。なぜだ、なぜ私の理想がわからない。子供にはびこる悪を滅する。していることは同じだろう、怪盗団。違うな、この絵。怪盗団は誰かの自由を奪ったりしない。誰かを犠牲に目的を叶える。それはあなたの父親と同じよ。こいつらから目をそらすな、この絵。やり方を間違えた。助かった。ナイス追撃だ、ソフィー。まだまだいけるぞ。いただいていく。追撃するぞ。ここだ、エリスだ。うまい。